シーズザアイドルマスターザアイドルマスターはナムコが2005年7月26日に稼働を開始したアーケード用シミュレーションゲーム個性豊かな9人のアイドル候補生から1から3人を選びいかに多くのファンに支持されるアイドルにプロデュースすることができるかを競うプレイヤーは新米プロデューサーとなりネットワークを使用して 全国規模でランキングを競うナムコによる公式略称はアイマスである。なおタイトルロゴでは愛は小文字が使われているがテキストで表記する場合はアイは大文字とされている。ユーザー間では Xbox 360版との区別のためアケマスの故障も使用される。本作は多様で表情豊かなフルボイス 3D キャラクターとのコミュニケーションや その設定を生かした多数の楽曲や衣装、ネットワークやメールを活用したシステムが、設定と相まってアイドルの楽曲やグッズドラマ CD オリジナルアニメなどが多数展開し、正式にプロジェクト IMS と呼ばれるマルチメディア展開に発展している。2010年5月28日に本作のネットワークサービスが2010年9月1日1時59分を、 持って終了すると発表された。ネットワークサービス終了後は携帯電話サイト内にあるアーケード連動コーナーが閉鎖されるため連動機能が使用できなくなるほか全筐体がオフラインとなった。部品調達難に伴い2017年10月に筐体の修理サポートが終了した。本作の筐体はリライタブルステージというアーケード筐体であり ランキングを表示するライブタワーとプレイに使用するステーションから構成される。キャラクター、ユーザーのプレイデータは専用のリライタブルカードに記録する。ライブタワーには全国ランキングやアイドルの TV 出演映像などが表示される。ランキングは順次表示されるが画面の右下にあるセンサー部に手をかざすことでスキップし次のランキング表示に切り替えることができる。 なお接続されているステーションのいずれかがオーディションで合格した場合、ライブタワーにもそのライブ映像が流れる。なお、このライブ映像はプレイヤーの設定により流さないことも可能だが、その場合はプレイヤー側のステーションにも TV 出演時の映像が表示されなくなる。ステーションは中央にタッチパネルを搭載したディスプレイがあり、右側にコイン投入口とヘッドホン差し込み口、 左側にカード挿入口がある。アイドルとの会話やオーディションにおけるアピール指示など、すべての操作はディスプレイにタッチすることで行う。プレイ情報の記憶のために2種類の専用リライタブルカードを使用する。ヘッドホン端子使用時にも外部スピーカーから音が流れる仕様になっている。またネットワークはナムコ、セガ、サミーによるオールネットを利用している。以下の説明は、 2006年7月より運用されているバージョン1.30に準拠している。1ユニットにおけるプロデュースの流れは以下の通り、プロデュースするユニットのメンバーを選択、ユニット名を決める。金文字と英数字、漢字が入力可能。使用できる漢字については公式サイトを参照。レッスンとコミュニケーションを進めるか、オーディションを受ける。この繰り返しでファンを獲得し、 アイドルランクを上昇させていく。規定期間内に規定ランクに到達できなかった場合、もしくは一定期間プロデュースした後は活動停止となり、引退コンサートを行う。その後プロデュース評価を算定、プロデューサーランクが変動する。一回のプレイにおける流れは以下の通り、プレイ開始時プレイ開始前に音声のボリュームや出演時の画面表示の ON、 オフを指定できる。出演時表示をオフにすると、オーディションに合格した際の出演風景は放送されない。朝の挨拶後、必要に応じて曲変更もしくは着替えを行い、レッスンをアオーディションに進む。レッスンをアオーディションの終了後、ファン数の変動が報告される一周が終了。ここで、コンティニューの選択が可能。ゲーム終了時、ユニットカードに、 プロデュース状況が書き込まれた後、プロデューサーカードに差し替え、プロデューサーの状態を記録することで1回のプレイが終了。プロデューサーカードの使用回数制限や、口述する携帯電話サイトの出勤簿で表示される。出勤回数はこの段階を通過した回数で計算される。ここでは通常朝と夜に、 プロデューサーが行うことについて述べるが、プロデュース開始直後の一週目は朝の進行が異なる。朝事務所に出勤し、活動集、ランクアップリミット、ファン数を確認する。なおこの際に特定条件をクリアしていた場合は、メンバーのテンションが一周マックス固定になる。アイドルへの挨拶か、休養かを選択する。挨拶で良い挨拶をすれば、アイドルのテンションは上がり、 失敗すれば下がる。この際、右上のタイマーの消費も異なる。この時の選択技の良し悪しは、ある程度傾向があるとはいえランダムである。休みを選択した場合はその時点で一周が終わり、次の週の朝に移る。二週連続で休みを取ると、そのユニットを引退させるかどうかの選択肢が出る。ここで引退を選択すると、引退コンサートへ移行する。流行情報。 イメージレベル、特別オーディションの合格状況を確認する。特別オーディションの合格状況については9つの星マークで表示されており、合格済みのものははっきりと表示されている。その並び順については口実。曲変更を行うか、衣装変更を行うか、どちらも行わないかを選択。曲と衣装の両方を同時に変更することはできない。 曲変更の場合は本当に変更するかどうかの選択肢が出て、ここで変更するを選択すると曲の変更が可能。曲の変更は1ユニットにつき2回まで。レッスンかオーディションを選択する。夜事務所に戻り、アイドルランクの報告を受ける。ファン数と順位の変動を確認。ランクアップリミットの判定もこの時に行われる。 ファンからのプレゼントを確認して一周の活動が終了。プレゼントは衣装、アクセサリー、ファンレター、不幸の手紙のいずれかになる。何も届かないことや逆に一度に2個届くこと、すでに持っているものが届くこともある。ファンレターは送られてきたアイドルのみテンションが回復。不幸の手紙はユニット全員のテンションが激減。ファンレターの文書の多くは何度か実施された。 一般公募により選ばれたもの。パラメーターやイメージレベルを上げるためにはレッスンが必要で、以下の5種類がある。レッスン上の臨時休業もあり、その場合該当レッスンは選べない。一周のレッスンは通常6回で、竜ュオやトリオでは最初にこの6回を各メンバーにはリフル。後日するテンションによっては、メンバー単位でレッスン回数が変化する場合がある。 一回ごとに評価が表示され、それにより次のレッスンの難易度が変化する。AB 評価の場合は、難易度が上がり、C 評価では変わらず、DE 評価及びバットの場合は、難易度が下がる。難易度が高いほどパラメーターの伸びる量が多くなる。また条件を満たすと、コミュニケーション後にボーナスレッスンが発生し、通常のレッスン同様にレッスンが行える。 一周のうちに二度レッスンを行えるので短期間でパラメータを大きく伸ばすチャンスとなる。臨時休業にならない限り同じレッスンを二度続けても構わない。ボーナスレッスンの発生に確実な条件はないが、口述するようにコミュニケーションがキャンセルされた場合は発生しない。レッスン後は仕事を選びアイドルとの会話が発生する。竜オやトリオの場合は仕事を選んだ後に 会話の相手となるキャラを指定する。会話の中でアイドルからの質問に答えたり、顔を拭くなど、直に触れるシーンもある。この会話の中での行動の結果により、以下のようにアイドルが持つ思い出の数が変動する。このゲームでは、思い出は2種類存在するが、プレイ中各キャラのテンションを表すゲージに表示されているのはオーディションで使う思い出である。 引退コンサート用の思い出は引退コンサート直前にコミュニケーション結果を集計することで所持数が発表される。コミュニケーションの選択技の中にはネタや萌えに絡むものがあり、その選択肢がパーフェクトの選択技でないにもかかわらず、あえてそれを選び、キャラの反応を見て楽しむものもいる。なお、テンションが低い場合はコミュニケーションが行えないことがある。 その場合は仕事をキャンセルしたことになり空いた時間で2回目のレッスンを行うことになる。ファンを獲得するためには基本的には番組出演のためのオーディションに合格する必要がある。実際にはレッスン時にも若干増加するがファン人数の大部分はオーディションの戦績による。なおオーディションの後ボーナスレッスンが発生することは絶対にない。 オーディションの種類オーディションは大別して3種類に分類できる。どのオーディションにも番組出演枠数とファン獲得人数が設定されている。番組出演枠数はそのオーディションにおける勝者の枠数であり、ファン獲得人数は勝利した際に獲得できるファン人数の標準値である。なお、オーディション枠の字色がそのオーディションにおける流行を示しており、 流行の最終形による変動前後には、社長からの情報とは異なる、流行のオーディションが募集される可能性もある。なお初回プレイのチュートリアルで受けるオーディション、ザデビューは EF 限定の最低ランクと同じ3枠5000人だが、このオーディションに限り4位以下でも合格したものとして、ゲームが進行する。また、後日する番組出演時に発生したアピールやアクシデントに、 関係なくファン獲得人数は5000人となる。オーディション開始まで、オーディション開始までの流れは以下の通り。参加するオーディションを選択アピール分の入力オーディション参加者の確認オーディションに向けての意気込みを発表アイドルへの応援まずプレイヤーは参加しようとするオーディションを選択し、エントリーを行う。参加条件のあるオーディションで条件を満たさない場合は、 エントリーできず選択し直すことになる。確認画面でキャンセルしたり、参加条件を満たさず、引かれた回数が3回になると、ユニットのイメージレベルで、受験可能な全国オーディションに強制的にエントリー、させられることになる。オーディション確認画面では、他の参加者を確認できる。内容は各ユニットのアイドルランクと、過去補選の戦績及び受験時の流行イメージなど。エントリー決定後は、 受付時間が終了するまでの間アピール文を入力することができる。なお、オーディションの枠の色が実際にそのオーディションで採用される流行一イメージである。流行が変動した直後は、社長から聞いた流行情報と異なる流行のオーディションが出現していることがある。エントリー受付終了後、全員のアピール文やユニットイメージ、イメージレベル、 記者の状態などが表示される。次に参加者6組のうちプレイヤーユニットの中からランダムで1組が選ばれ、その中の1名が代表として審査員に意気込みを言う。その後各プロデューサーが一言自分のプロデュースしているアイドルに応援をして審査が開始される。意気込み及び応援の際には3択の選択技が表示され、選択に成功すればアイドルのテンションは上がり、 失敗すると下がる。どの選択肢でテンションが上がるかは決まっていない。NPC 本来オーディションでは、プレイヤー同士が対戦し、エントリー時間内に人数が集まらない場合は、自動的に CPU が参加することになるが、他にもノンプレイヤーキャラクターが対戦に参加する。レベルやランクはそれぞれ異なるほか、記者がついているユニットもある。 主に特別オーディションでの登場が多いが、全国オーディションや EF ランク限定オーディションでも登場する。プレイヤーと NPC を区別することができる要素には以下のものがある。なおオフラインの状態では NPC はエントリーしてこない。オンラインでエントリーの受付を行っていて NPC が入ってきた後に回線が切れてしまった場合でも、 エントリー済みの NPC はそのまま参加する。オーディション中オーディション審査は1曲歌い終えるまでの間に3回行われ、各ユニットが1回の審査につき9回のアピールを行うことができる。アピールは3種類の項目から1つを選んで行う。通常のアピールとメンバーが持っている思い出を使い、全項目に一斉にアピールを行う思い出アピールがある。通常のアピールはビジュアル。 ダンス、ボーカルの3つのジャンルに対応するアピールバーをタッチして行う。なお2人以上のユニットならばアピール時間内に複数のアピールバーを順次タッチすることで複数のジャンルにアピールができる。その場合、各ジャンルに加算されるアピールポイントは同時アピール数に応じて1、2もしくは1、3に減少する。曲のリズムに合わせてタイミングよくアピールバーに タッチできれば、ナイスアピールになり、より高い得点を得られる思い出アピールは、画面中央に表示される思い出パネルにタッチし、画面中央に右から左へ流れる12枚のパネルのうち1枚にタッチすることで行う。グッドのパネルを押した場合は、グッドアピールとなり、すべてのジャンルにアピールポイントが入った上に、全審査員の興味が回復する。 バットのパネルを押したり押さずに見送った場合は、バットアピールとなり、すべてのジャンルのアピールポイントが減る上に、全審査員の興味が下がる。なお、グッドのパネルとバットのパネルの枚数の比率は、朝の挨拶終了時点でのユニットのテンションによって、異なる。また、思い出パネルは、テンション中、または、タカでは、バットパネルが連続することはなく、テンション中、または、低では、 グッドパネルが連続することはない。このため、テンション中では必ず、グッドとバッドが交互に流れてくる。思い出アピールにも、前述のナイスアピールが適用され、タッチしたタイミングによって、アピールポイントが増加する。思い出アピールは1回のオーディションにつき最大3回まで、使用可能で、使用可能回数は、思い出パネルに表示されている。2回目。 三回目になるほど画面中央に流れるパネルのスピードが上がる。なお複数人ユニットでは使用ごとにメンバーのうち最も多く思い出を持っている人が思い出を消費する。また各審査員にはそれぞれ興味という審査員のテンション値が設定されている。各プレイヤーがアピールを行うごとにそのジャンルを担当する審査員の興味が減少していく。オーディション中に興味が例になった。 審査員は帰ってしまい、そのジャンルにおける全得点が無効になる。オーディションの進行に応じて、各審査員が自分の担当ジャンルにおける順位変動のコメントをすることがあるほか、興味が一定値まで下がると審査に飽きてきたことを表す、コメントが表示される。ユーザーたちの間では、恋に一つのジャンルを重点的にアピールしたり、 バッドアピールを行うことで審査員の興味を例にして帰らせるジェノサイド戦法と呼ばれるプレイスタイルが編み出された。これによりそれまでの審査の経過で明らかに負けていたはずのユニットが上位に浮上し、口述するフレッシュ勝ちによって勝利するケースもある。なお審査員は2名まで帰ることがある。採点方法9回のアピールが終了することに中間審査として 各ユニットのアピールポイントが集計される。各項目について以下の得点計算が行われ、画面下部の進行バージョンに表示される。これにより、1回の中間審査で得られる点数は10点マイナス3点となる。これを3回繰り返して獲得した星の数を集計し、オーディションごとに設定された人数の合格者が発表される。順位は以下のルールで決定される。 獲得した星の多い方が上位。獲得した星が同数で、プレイヤーのユニットと CPU のユニットの間では、プレイヤーが上位。ちなみに、CPU や NPC 同士が同点になった場合は、エントリー番号の若い方が勝利となる。プレイヤー同士で同点の場合は、ユニットの人数に関係なく活動集の少ない方が上位。 活動集が同じで同点のプレイヤーユニット間では、ユニットの人数が少ない方が上位。同点、同人数、活動集も、同じプレイヤーユニットの間ではランダムで決定。結果発表時に、ボーダーライン上に、複数のユニットが存在し、同点でありながら合格ユニットと不合格ユニットが、出た場合、そのボーダーライン上のユニットのうち、どのユニットが2番目以降の条件で合格になったかの、 コメントが出る。この形で合格になることを俗にフレッシュ勝ち、不合格になるのをフレッシュ負けと呼ぶ。特に合格枠がわずか一つの特別オーディションでは非常に重要な要素になる。オーディション終了後には全員ユニットの得点が表示される。この際に画面にタッチすると各説のアピールポイントや順位に表示が切り替わる。アピールポイントではなく、 あくまでも獲得した星の数で勝敗が決まることに注意。極端な話、次込んだアピールポイントが1位は1350点で3位は100点だったとしても1位と3位が獲得する星の数は同じなのである。特別オーディションのヒット TV 以外は3位以内にさえ入れば星がもらえるので他のアイドルより能力的に多少を負けていても戦術のジェノサイドで 過去の中間審査で落とした項目の審査員を返すことにより差を詰めたり同点に並びフレッシュ勝ちで逆転勝利することも十分にあり得る。これがこのゲームの面白いところであり怖い要素でもある。流行順位によりアピールの入り方の傾向を開始前に推測することは可能だが単純にその通りにアピールを行うだけではオーディションに勝ち続けるのは難しい。 オーディション中のライバルたちのアピール、審査員のコメントや興味、自分やライバルの思い出によるアピールによって状況は刻一刻と変わっていく。プロデューサーには状況を的確に把握し、臨機応変に対応する手腕が求められる。番組出演オーディションに勝利した場合、その後は番組出演となる。その模様はセンタータワーでも流される。新米以上のランクのプロデューサーで、 複数人ユニットをプロデュースしている場合、出演前にパートエディットを行える。パートエディットでは、歌詞やセリフの各フレーズに対し、メンバーのそれぞれがそのフレーズを歌うかどうかの選択を行うもここで行う。出演中、画面上に現れる枠をドラッグし耳のタイミングで話すことにより、その枠内の状況で写真を撮ることになる。複数枚撮った場合は、 最後の1枚が有効になる。撮った写真はユニットカードの表面に印刷されるほか、携帯電話用サイトのメモリーズプリーズでダウンロードし待ち受け画像とすることも可能。また出演中に以下のエフェクトが発生することがあり、それによってファン獲得人数に影響が出るケースがある。活動中のユニットが一定の条件を満たすと引退となる。その条件は以下の通り。 引退時には引退コンサートを行ってそのユニットは活動終了となる。引退コンサートの流れは以下の通り、会場選択から引退コンサートを行う会場を選択する。会場は前後箇所のうち最終的なアイドルランクにより候補が2つ選ばれるのでその2つより選択する。会場とイメージレベルにより引退コンサートの熱狂度を表すゲージの初期値が 決定される。衣装、楽曲選択衣装と楽曲を選択する。楽曲は過去にそのユニットが歌った曲の中から選択する。アイドルとの会話アイドルとの会話を行う。竜王やトリオの場合は、好感度が最も高い一名との会話になる。この会話とテンションや選択した楽曲によって、コンサートの熱狂度を表すゲージの変化率が決定される。 また引退コンサートで使える思い出の数もここで発表される。コンサートマイナスコンサート中は画面下に熱狂度を表すゲージが表示される。終了時にゲージが一定値以上あれば引退コンサート成功となる。戦術した変化率に応じて熱狂度が変化するほか、それまでのコミュニケーションの結果に応じた数の思い出を使いゲージを伸ばすことができる。 残りターン数と残量により複数個使用してルーレットの成功率がアップするケースがある。アイドルとの会話コンサート終了後、アイドルとの最後の会話を行う。この内容は会場と結果によって変化する。その後引退コンサートも含めたプロデュースの実績により、プロデューサーのランクが変動する。ちなみに、コンサート会場にドームを選択し、 熱狂度のバーとキャラクターの好感度が一定値以上でコンサートに成功した場合は最後にザ・アイドルマスターの曲と共にスタッフロールが流れる流行イメージとパラメータこのゲームには流行があり以下の3種類のイメージがそれぞれ順位で周期的に変わる仕組みになっている流行が変わることにより能力値の調整が必要となってくるまたユニットにも 同様に3種類の能力値があり、3つのうち一番高い項目がユニットイメージとなる。なお厳密にはこの他に性格値というものも存在するが、性格値は口実するように、キャラクターの能力減退傾向を相関的に表す程度であるため意識する必要はない。この3つの能力値は以下の条件で変動する。能力値は、 画面右上に3色の線形を組み合わせた円で表示されるほか、週始めの流行チェック時には左下に大きく同様に表示される。このグラフでは、格能力値は線形の半径で表され、3つのうち最も高い項目は項目名が異なる色で表示される。また、格能力値のバランスや合計値などにより2から16までのイメージレベルが算出される。 なお、レベル1は、デビュー前の状態にのみ適用され、通常同期は、レベル1に落とすことはできない。能力値の表示において、各項目はさらにレッスンで伸ばした、基礎能力を表す暗い部分と、曲イメージ、衣装、アクセサリー、およびオーディションで合格したことで得られるそれぞれの、補正値を表す明るい部分が存在する。 暗い部分は一定値まで伸びると伸びが止まり、その流行パラメーターはレッスンを行っても伸びなくなる。減退時には一部の例外を除き暗い部分が削られるが、レッスンを行うことで回復させることができる。なお、各キャラにパラメーターの上昇率や減退期間が付けられており、15週目の第1段階と30週目の第2段階を経て減退タイプ別の補正により、 パラメーターが下がっていく。上昇率は高ければ、レッスンをした時に、パラメーターが伸びやすくなる。減退期間は遅ければ、パラメーターの高さを維持する期間が長くなる。パラメーターの上昇率や、減退期間は以下のようになっている。バージョン1.30からは、それぞれの減退タイプの特性が強まり、早熟タイプはさらに減退開始が早くなり、 晩生型はさらに減退開始が遅くなった。初期ステータスこの初期値は開始第15周までの目安であり、プレイヤーごとのスキルの差でパラメータが変わる。第15周以降は減退タイプ別の減退が始まり、第30周以降は全キャラが減退し始める。よって初期値が低いイコール扱いにくいではないので注意すること。なお正確値は以前のバージョンでも、 現行のバージョン1 3例でもほとんど意味がないとされている一方、先術したキャラクターの減衰傾向と性格値の間には相関関係が見られる。テンションアイドルにはそれぞれテンションが設定されており、高い、普通、低いの3つに分かれている。先術したパラメータのグラフの左にあるハートがそれである。テンションは赤、または紫、黄緑、青緑、または 黒の三色のハートが重なったゲージで表示されている。また、同じレベルの中でも細かい値としてゲージで表示されており、このゲージが0になると1レベルテンションが下がる。会話によってゲージがマックスになってもハートの数が回復することはない。なお、休みを取るオーディションで合格するアイドル、また、ランキングで表示されている明日のラッキープロデューサーや、 後日の携帯サイト連動、メールプリーズ、前週にレッスンを選び、レッスンコミュニケーションボーナスレッスンのすべてにおいて、パーフェクトのいずれかを満たした場合は、次の1プレイに限りテンションが紫のハート3つで固定される。テンションによる効果を以下に示す。基本となるのはテンション中の状態で、この時は、思い出使用時のルーレットが、グッド、バッドイコール6。 6で交互に出現する。なお各メンバーのテンションのレベルが違う状態のデュオトリオの場合、思い出を使用する際のグッド、バッドの割合が変わることがある。以上のことからテンションを常に意識してゲームを進めることが重要となってくる。プロデュース曲本作ではアイドルが歌う曲が10曲用意されている。それぞれの曲にイメージが設定されており、1ユニットを プロデュース中に選択できるのは3曲まで。曲は10周ほど経つと世間に飽きられてしまい、アイドルのパラメーターが減少する。それでも変更せずにいると13周目にユニットからの忠告が発生する。その後も何度かパラメーターが減少し、最終的には1周ごとにその曲のイメージのパラメーターが減少していくようになる。曲が飽きられた場合、曲を変えると、 パラメーターの減少が止まるが、同じイメージの曲を選ぶと、ペナルティとして、さらにパラメーターが減少する。また、各、キャラごとに選択すると、他の曲よりパラメーターが高くなる曲が設定されているほか、オーディション時のアピールのタイミングは選択した曲の BPM の影響を受ける。登場する曲とその曲のイメージは、以下の通り、衣装とアクセサリー曲とは異なり、 衣装は回数の制限なく変更することができる。衣装はベースとなる服と4箇所のアクセサリーから構成され、それらのそれぞれにパラメータの変化量が設定されている。服、アクセサリーとも毎週の活動終了時に届くプレゼントとして届くことで入手する。このほか、アクセサリーは講述する携帯電話用サイトでポイントとの交換でも入手できる。 またアクセサリーの中には入手確率が低いレアものや特別オーディションに勝利した時にしか届かないものも存在する。なおアクセサリーの中には同じ名前を冠したものが2から4部くらいに存在するシリーズを構成しているものがあり、その場合は同シリーズのアイテムを複数装備していると装備数に応じたボーナスがある。ちなみにシリーズの中には同じ箇所に 複数のアイテムがあるものもある。アイドルランクアイドルランクはファンの人数で決まる。しかし、ランク B 以上に関しては特定数の特別オーディションを合格していなければならない。またランクごとに次のランクへの昇格期限が設定されている。芸能記者本作では2種類の芸能記者が登場する。なお、記者の有無はオーディション参加者一覧で確認ができる。 なお戦術した NPC においては NPC ごとについている記者が設定されており、NPC については過去の戦歴に関係なくついている記者は固定となっている。プロデューサーランクプロデューサーにはランクが付けられており、引退コンサートを終えてからの結果により変化する。引退コンサートを終えた時に算出される評価の要素は以下の通り、 こうして算出された評価と現在のプロデューサーランクにより、今回のプロデュースでプロデューサーランクがどう変動するかが決まる。B1 プロデューサー以上のランクでは最終成績が悪いと1から2ランクダウンする場合がある。なお、変動後のプロデューサーランクが見習いであった場合、次回のプロデュースでも最初の参集はチュートリアルとなる。 カードの種類このゲームでは2種類のカードを使用する。カードは通常本体から発行され、表面は熱によって青もしくは透明になる、関熱系インクによる書き換え可能な設定である。カード右下に表示されている ID は同じプレイヤーのカードであれば、プロデューサーユニットを問わず同じであり、これによりプレイヤーの確認と携帯電話サイト連動におけるデータ管理を行う。 ランキング全国のプレイヤーたちのプレイデータは毎日深夜に集計されタワーに以下のランキングとして表示される。ボーカルマスターダンスマスタービジュアルマスターは発表ごとに10組ずつタワーで映像が表示され、それ以外は一覧で表示される。また携帯電話サイトでも確認可能。ランキングの優先順位はランクファン人数であるためランク A の200万人よりも ランク S の150万人の方が上の順位となる。電動入りアイドルランキング、有名プロデューサーランキング以外は過去15日間にプレイされたユニットが集計対象。携帯サイト、アイドルマスターはソフトバンク NTT ドコモ au に対応。月額315円。なお i モード向けサイトは2009年7月23日にリニューアルされ、 月額料金無料と525円のコースが追加された。なお、リニューアル前のサイトとリニューアル後のサイトは URL が異なるため、ブックマークをそのままにしているとリニューアル前のサイトにアクセスするようになっている。会員に登録すると以下のサービスを使用できる。ハプニングロケスゴロクアドベンチャーゲームでクリア時に獲得した視聴率により得たポイントを蓄積できる。 ドコモソフトバンクはすべて、au は一部のブルー対応機種で、携帯電話用のアプリとして配信されている。メール、プリーズサイトのアーケード連動でカードを登録し、かつ携帯電話のメールアドレスを関連付けると、時折以下のいずれかのメールが届くというシステムになっている。なお、各アイドルには個別のメールアドレスと、ブーストメールにおける、時間帯条件が設定されている。また、 ブーストメールで指定される、時間帯はカードを登録する際に聞かれる、主にプレイする、時間帯が影響している。引退後メールや間違いメールに、弥生が含まれないのは、個人では携帯電話を持っておらず、プロデュース期間中に貸し出しているという設定のため。メモリーズ、プリーズアーケードで、テレビ出演を果たした時に撮影した画像を待ち受け、画像としてダウンロードできる。 過去30枚分が保存されており、時売公式サイト内のグッズショップで、プレイヤーごとに、それらの写真を収録したアルバムの販売が行われた。また2006年3月には、同様のシステムで、プレイヤーから写真を募り、365日の、それぞれに掲載した2006年度分のカレンダーが発売された。2008年3月には、携帯サイトでの表示が一部、 変更され、過去にプロデュースしたユニットの最終ステータスも参照できるようになった。765プロダクション所属をはじめとした登場人物については上記項目を参照。2005年12月15日10時2006年1月15日23時59分にラムコ主催で行われた唯一の公式大会。ルールは以下の通り。 以上の条件を満たしたユニットについて各曲ごとにランキングの集計を行いそれぞれの最終順位上位10名の中からナムコとコロンビアが審査を行い各曲1名を選出 CD プロデューサーとしてマスターピースレヨ4に各ユニットの曲が収録されたまた CD プロデューサーを除く全参加者の中から両者が50名を選出しブックレット写真プロデューサーとして 同 CD のブックレットにユニットの写真が掲載された。見習いプロデューサーや万生型キャラクターに大きなボーナスポイントを振るなど、見習いソロ優遇策が講じてあるにもかかわらず、実際に入賞したソロユニットが1ユニットも選ばれていない、曲別1位のユニットが1ユニットも選ばれていない、過去に不正行為によりアイドルマスターの称号を獲得したプロデューサーが選ばれていた。 などの理由で一部参加者からの批判があった。サウンドトラック CD ドラマ CD、サウンドトラック以外にドラマ CD も発売されている。ドラマ CD のシーン、01から04の初回分にはポストカードが、05から06の初回分にはリライタブルカードが付属。ムック漫画小説エンターブレインから斉藤、ゆ介によるノベライズが、ファミ通文庫で2冊発売された。絵は、 おいこ、メインキャラ以外に、サブキャラクターとして、天貝遥はか、萩原幸夫の2名が登場する。本作は2001年頃、絵柄の書き換え可能なカードを売りとする新アーケード用、筐体、リライタブルステージの第2弾として開発がスタートした。石原明弘が企画した当時は、アーケードゲームの売り上げが思わしくなく、リライタブルステージの第1弾にあたる。 ドラゴンクロニクルの売れ行きにも不安が広がっていたため、ナムコ社内で打開に向けた模索が続いており、企画に関わっていた深見若子は、当時の状況について、無難に生きながらえようじゃなくて、もう、やらなきゃ。みたいな感じで、と2020年のインタビューの中で振り返っている。また、当時は携帯電話が広まりつつあったことから、 石原はヒロインたちからのメールという設定のメールマガジンの構想を立てており、リライタブルステージの第2弾の構想に取り入れた。ドラゴンクロニクルのヒットを受け、小山淳一郎は、育成や成長がヒットの要因になったと考え、いつか作りたいと思っていたギャルーの要素を取り入れることを思いついた。加えて、テレビのオーディション番組が人気を博していたことや、 全国オンライン対戦との相性も良かったことから、第2弾の企画のテーマは、アイドルに決まった。ゲームセンターに足を運んでもらうには、呼び込みをするのなら女の子がいいのではと考えたのが、きっかけで、女の子に会うなら、アイドル、アイドルで対戦するなら、オーディションと連想で、ゲームのイメージが固まっていった。二千二年秋のアミューズメントマシンショーに、プロトタイプ段階のものを、 アイドルゲームとして参考出展したが、そこから具体的な形となるまでには3連の歳月を要した。本作はドラクロありきの企画という都合上、筐体自体を変更することができなかったため、最終的にはプロデューサーのクールなイメージを前面としたデザインに設定された。また、タッチパネル筐体のみだと遠くから見た時にどのようなゲームなのかわかりにくかったため、 筐体の設計の段階からライブタワーを使用することは考えていた。本作のゲーム基盤はプレイステーション2互換のシステム256を使用しており、モーションのフレームレート数は1秒あたり30フレームだった。たくさんいれば好きなキャラクターが出てくるはずという坂上の考えから本作には様々な性格を持つ10人のアイドルが登場した。 天貝いるかが最初に生まれ、ついで、チハや、雪キ真の順に生まれた。これらのキャラクターのセッティングについて、開発チームは、アイドルの生活がよくわからなかったため、アイドルもののゲームというよりはむしろギャルゲーのような方法で行っていたことを明らかにしており、メガネ、娘などを最低一人は入れていたと2020年の佐伯健二とのインタビューの中で明かしている。 開発当初は3人組でも2人組でも組ませやすいという理由で12人のアイドルを登場させる予定だったがゲームのボリュームが予想以上に大きくなってしまったためアイドルの数を9人に減らすことにした二宮美とマミは2人で1組という扱いになり最終的には2人のアイドルがお蔵入りとなる形で10人のアイドルが登場することとなった この2名はいずれも長い髪を 3DCG で表現するのが難しいという理由で登場を見送られており、その後、ザエダレムスター SP にてそれぞれがナハ京都市場、オトとして登場した。アーケードゲームの企画ということもあり、美少女ゲームというよりはアニメよりの絵柄を採用するという方向性が立てられ、当初はゲーム内の映像をすべてセルガにしようとしたが、 アニメ会社と金銭面の都合がつかず、見送られた。今度は 3DCG を取り入れようという話になり、プレイステーションに良ソフト、夢りあの、開発チームの一人を通じて、久保岡敏之が紹介され、最終的には、キャラクターデザイナーとしての起用に至った。久保岡による、キャラクターデザインは、同時期の美少女を全面に押し出した作品に、 登場するデザインの流行とは違う方向性となっており、多くのゲームプレイヤーにも好感を持ってもらおうと、比較的大衆向けの絵になっているため、キャラクターの性格や魅力もあって、女性プレイヤーも少なくない。また、本作では、2D グラフィックに近い表現を実現するため、また、久保岡のキャラクターデザインに近い出来上がりを求めるためにトゥーンシェーディング技法を採用している。 アイドルたちを演じた声優のうち、天貝遥はを中村恵リ子が演じることは企画の最初期の段階で決まった。中村は2020年のファミ通とのインタビューの中で資料として絵コンテを渡されたことを明かしており、そういった出会いだった絵コンテを渡されたことので、遥るの第一印象はイラストなどを見て二次元で、 捉えるという形ではなく、絵コンテのコマの中で、遥かがパラパラ漫画のように動いていくような、立体的な彼女の動きが印象的に残っています。と振り返ると同時に、当時の企画の名前を聞いて納得したとも話している。中村は演技にあたっては、具体的なディレクションが少なく、自由に演じてほしいと言われたと前述のインタビューの中で振り返っている。 アイドルたちの声を当てた声優のうち、みなせより役の久ぎみやりえや三浦あずさ役の高橋、さとしやき以外の大半は本格的な歌唱経験がなく、メンバー全員に10曲歌ってもらうのは大変だったと2020年のインタビューの中で小山は振り返っている。また、当初は3人でステージに出すという仕様に合わせ、全員にハモリをさせる案もあったが、収録の都合により、 ユニゾンに変更された。さらに、ナムコ社内のサウンドスタッフもボーカル曲の経験がなかったため、社内で募集がかけられた。社内では、売れないと否定的な声があったが、店頭のテストプレイで長蛇の列ができるほどであった、ことから開発は続行された。また、ロケテストを通じて、ライブタワーがプレイ結果を表示する場所として機能していたことが判明したことから、 タワーからも映像を操作できるといった仕様が追加された。最終的に本作は2005年7月にリリースされた。本作の稼働時には、筐体を同じくするドラゴンクロニクルを本作にコンバートしたロケーションも多く、その一方で本作にコンバート後、筐体をドラゴンクロニクルに逆コンバートしたロケーションもあった。さらに2006年12月には、 同じ筐体を利用するみんなで鍛える全能トレーニングが稼働開始し、また2007年1月25日に XBOX360 版が発売された影響もあり、ドラゴンクロニクルともどもコンバートされて消滅するケースが多発した。また、ステーションは残ってもタワーがみんなで鍛える全能トレーニングの稼働開始時にコンバートされたロケーションもある。 筐体や筐体付近に貼られているミュージックリストやキャラクターリストは開発途中に作成されたものがそのまま使用されているため記載されている曲名やキャラ名が現在と異なっている部分がある例としては青い鳥午後9時7分エージェント空を行くなどなお2010年にはオフライン化を記念してこの筐体をモチーフとした ペーパークラフトが公式サイトで配布されているほか、2011年にウェーブからプラキット化された。本作においては、アーケードゲームとしては、異質なまでの奥の深い駆け引きやゲームを進める、際の計画性が必要とされるため、稼働当初は難易度が非常に高く、初心者がアイドルランクを D 以上に上げるのは困難であった。そのため、オーディションにおけるファン獲得人数の増加や、 合格枠数の拡大、下級のオーディションにおけるイメージレベル制限の強化など数回の調整で難易度を下げていった。オフライン稼働の筐体は難易度がオンライン稼働の筐体よりも引き下げられている。なお、難易度が高い原因としてユーザーに指摘されている内容としてはオーディション敗北時にメリットが全くなく能力値の減少のみを招き、しかもそれを取り戻すことが 第30週以降は不可能になるため一度の敗北が過去のプレイを全て無駄にするという側面およびそれを強調するゲーム料金の高さによるやり直しの難しさでより強めたことなどが挙げられているアイドルランク C までなら通常のオーディションだけでもどうにか到達できるがアイドルランクを B 以上にするためにはランクごとに決められた数の特別オーディションを突破する 必要がある。そのため、特別オーディション合格数が足りず各アイドルが言う、トップアイドル一歩手前である C ランクで活動停止に追い込まれてしまうケースや S ランクを目指すには、すべての特別オーディションをクリアしなければならず、トップトップに勝利するまでは敗北が絶対に許されないという点が、このゲームの難しさや過酷さを象徴していると言える。 しかし2002年の AM ショーに出展された時の告知ポップや筐体のインストカードなどでサバイバル等の厳しさを強調する言葉が使用されている点を考えればある程度は意図されていたとも言えるがこれが大多数のプレイヤーに受け入れられなかったことにより調整ごとに難易度が下げられる結果となり最終的に XBOX360 への移植の際に不本意な結果の保存の回避や シビアなスケジュール管理を要求するような仕様の削除という形でゲーム性が大きく変わることとなった。太鼓の達人、テイルズ・オブ・シリーズなど他にも色々と進出しているが、詳細に関してはアイドルマスターシリーズの作品一覧た作品とのコラボレーションの項目を参照。ライターのガッキーはゲーマーに寄せた記事の中で全面タッチパネルという先進的な筐体と ありがとうございます。